はい、本日はですね、ユニクロ U のクルーネック T シャツとヘインズのビーフィー T シャツの比較動画を撮っていきたいなというふうに思います。でですね、今回なんでこの T シャツを比較するかっていうところなんですけども、以前視聴者の方からユニクロ U とこの T シャツの比較ちょっと撮ってほしいですっていうふうにいただいてて、まああんまり値段も変わらへんし、まあ似たような感じやから、まあ比較って言っても、まあどうなんかなとかって思ったんですけど、まあ一応リクエストいただいてて、でまあちょっと撮ってみようかっていうことで、このためにユニクロ U でこの白の T シャツ購入して、まあ今からご紹介していくっていう感じになってるんですけど、まあ両方とも値段的には結構安くてですね、人気もあるかなと思いますし、結構多くの方が着てはるような T シャツやと思うんですけども、まあ両方とも値段もそんな高くないので、別に両方買えば分かるっちゃ分かる話なんですけども、まあこれ見てもらって、まあどっちかいい方を気に入ってもらったらいいかなと思いますし、まあこれ見てもらってよく分からへんわっていう方は両方買ってもらったらいいと思うんですけど、まあそんなところのお話をしていきたいなというふうに思います。ではまず早速値段からなんですけど、この前にあるのがユニクロ U のタイプで、こっち側がですね、ヘインズのビーフィー T シャツってことになってるんですけども、値段が前のユニクロの方が1000円ジャストっていうことになってて、後ろのビーフィー T シャツの方は2枚入りになってるんですけど、だいたい1枚換算すると1000円ぐらいからまあ1500円ぐらいの間っていうのがまあだいたい1枚あたりになってるので、値段だけで見るとまずビーフィー T シャツの方が高くて、ユニクロ U のクルーネック T の方が安いっていう感じにはなってるんですけども、まあ、こちらのヘインズの方はですね、どのオンラインで買うかによって値段も変わってきたりとかしますし、まあ安いところは安かったりとか、あとそれ以外にはこれはシンプルなタイプなんですけど、ポケットとかがあるタイプになったらもう少し値段が上がったりはするので、まあこれは本当にシンプルなタイプなんですけど、まあその他には1枚入りか2枚入りかによっても値段も若干違うかったりとかするので、まあ大体1000円から1500円ぐらいっていう感じになってて、まあ次のところがですね、まあ買ってからの縮みっていうところになってるんですけども、縮みがあるのかどうかっていうところなんですが、このヘインズの方はですね、以前動画出しますので、気になる方は動画説明欄を見てもらったら、どれぐらい縮みがあるかっていうのはわかると思うんですけど、まあこれは結論から言うと縮みがあるということになってるので、最初新品で開いた時から洗っていくと、1回ギュッて縮んで、だいたい2、3センチぐらい縮むんですけど、2回目以降はもう縮まないので、1回目だけギュッて縮んで、まあそれ以降は大丈夫っていうことで、このユニクロ U の T シャツの方はですね、まあ、これは多くの方が買ってると思うので、これは縮みがないっていう風になってて、まあ僕がですね、実際これ L サイズのユニクロ U のクルーネック T、これ色違いなんですけど、購入してて、これはガンガン選択してて、こっちはまた選択してないんですけど、まあ比較してもサイズは全く変わらなかったんで、縮みっていうのはこれはないので、もともと防縮加工といって、縮みがなくなるような加工がされてるので、同じ両方ともコットンなんですけど、まあ、こっちに関しては新品時の同じサイズ感で着れるっていうことになってます。で、まあ次がですね、白 T では悩みだと思うんですけど、手首問題っていうことになってて、まあ厚みになってるんですけど、厚みがですね、これ両方とも大体、まあ音質的には似てる感じなんですけど、こっちははっきり明記されてて、ヘインズのビーフィー T シャツの方は 6.1 オンスっていう、まあ比較的分厚めの音質になってるので、まあ着用とかしててもそんなに透け感っていうのは、まああんまり目立たないような形になってるんじゃないかなというふうに思います。で、対してですね、このユニクロ U の方はですね、まあ質感的には触った感じは似てるぐらいの質感になってるんですが、何オンスかっていうのは非公開になってるので、実際どれぐらいのオンスがあるのか数値ではわからないんですけど、触ってる感じはまあほぼほぼ変わらへん感じになってるので、だいたい6オンス前後やろうなっていう感じはします。まあなので、厚みとしては結構ヘビーオンスなんですけど、まあそれでも手首の形が気になる方とかであれば、サイズをワンサイズ上げたりとかして、まあ極力肌にピタッとひっつかないようにしとけば形は防げると思うので、まあ色に関してはもう6オンスで透けるともう次7に行くしかないし、7で透けると8に行くしかない。でも8で無理やったらもう10何オンスまで飛ぶしかないっていうぐらいになると思うので、まあ色味に関してはちょっとご勘弁なんですけども、まあ形に関してはサイズを上げることでまあ防げるんじゃないかなと思います。で次、形がですね、まあこれ実際着ていくんですけど、こっちにまずヘインズのビーフィー T シャツの方から着ていくんですが、まあこれは形見てもらったらわかる通り、結構ボックスタイプのまあザ定番というか普通のシルエットっていうことになってて、まあピチピチのジャストでもないし、で、かといってダボダボのオーバーでもないような、まあ至って普通なサイズ感っていうのがヘインズのビーフィー T シャツかなというふうに思います。で、対してですね、次はこっちのユニクロ U の T シャツのサイズ感なんですけど、これもですね、似たような感じになってて、まあボックスタイプになってるので、まあ先ほどのヘインズの方とパッと見て大きく違いはないと思うんですけど、まあ実はですね、これ比較してやったらわかるんですけど、これ実はですね、丈が微妙に違うくてですね、これ逆でしたね。これヘインズの方前にしないとわからないんですけど、これ同じところの高さで合わせてるんですが、実はですね、このユニクロ U の方が若干サイズの丈が長くて、横とか袖に関してはもうほぼほぼ一緒になってるんですよね。で、ただ丈感だけが、これはだいたい1、2、3センチ、2センチから3センチほど
長くなってるので、もしかしたらあの同じ色ほども L サイズなんですけど、見た感じはユニクロの方が大きく見えた方もいてるかもしれないんですけど、まあ多分その理由っていうのはこの丈が 2,3 センチ長いので大きく見えたんじゃないかなと思います。で次はもうちょっと細かい部分見ていくんですけど、まあ細かい部分っていうのが縫製になってるんですけど、縫製がどういう縫製してるかっていう感じなんですが、まあ 1,000 円の T シャツにそこまで求めるんかいって感じなんですけど、まあ一応比較なんでちょっと見ていきたいなと思うんですが、このですね、まあ袖のところのステッチっていうのは二重になってて、まあ同じ、ほぼほぼ同じような感じになってるんですが、まあこの肩のところのステッチとかがやっぱ違うんですが、もうこの肩のところが目に見えるように、あのユニクロの方はステッチされてるんですけど、このヘインズの方はですね、隠されて、中に隠されてステッチされてるので、外見にはステッチが出ないような仕様になってて、なおかつ丸胴になってるので、この辺は、あの、引っかかったりしづらくて、まあこれちょっとあの折り目ついてるのは僕は畳んでたんで折れてるんですけど、この丸胴になってるので、ここに縫い目がないっていう仕様なんですが、こっちのユニクロ U の方に関しては、あの、しっかり縫い目もあるっていうことになってるので、まあ、より細かいところまで意識されてるのは、このヘインズの方が意識されてるんですが、頑丈さで言うと、このユニクロ U の方が、この首元のところのステッチって三重もされてたりとか、あとそれ以外にもこのリブが太いのはユニクロ U の方が太いので、何回も洗ったりしても、くたっとなりにくいのは多分こっちのユニクロ U の方の首元の方が頑丈にはできてるんじゃないかなというふうには思います。なので、このヘインズの方はですね、こっちもかなり頑丈には作ってあるんですが、比べると多分ずっと着ていったらどんどんこう首はちょっとずつこう弱くなってくるんだろうなという感じは思うんですが、まあそれはですね、1000円の T シャツにどこまでクオリティを求めるかっていうところにはなってるとは思うんですけど、こういう縫製とか別に全然見えてもいいねんっていう方はユニクロ U の方が頑丈やと思いますし、まあこういうところも細部までこだわりたいっていう方はこのヘインズの方がこだわって作られてるんじゃないかなとは思います。で次がですね、色味になってるんですけど、これ実は今ライト当ててるから両方とも真っ白に見えると思うんですけど、これがですね、実は色味が若干違うくて、こうやって見たらわかるんですかね、わからんかな、ちょっと文字近づけますね。実はこんな感じになっててですね、こっち側がユニクロ U の方の T シャツがちょっとオフホワイトっぽいんですよね。でこっちのヘインズの方の T シャツっていうのがちょっと白っぽい感じになってるので、実は同じ白といえどもやっぱブランドが違うので白の色味が異なるので、こうやって離れると似たような白に見えるとは思うんですが、よくよく見るとこれがあの肉眼で見る色の違いになってるので、まあ、こんな感じが色の違いにはなってます。でちなみにこのユニクロ U の方はきなりの方を買ったんちゃうかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、これは完全にあのホワイトの方を買ってますので、ホワイトがこの色味になってます。なので比べるとちょっと色の違いはあるかなというふうに思います。はい、という感じでまあ細かく見ていったんですけども、サイズも両方とも同じサイズで、まあ、若干着丈が違うかったり縫製の部分が違うかったりはするんですけども、まあ、ほぼほぼ似たような感じになってるので、結論から言うと、まあ、僕個人的な感想にはなるんですけども、触った質感的にはちょっとこっちの方がまあ肌着っぽいというか、あのまあ汗とかを吸収してくれやすそうやなっていう感じにはなってて、逆にユニクロ U の方はですねちょっとガシガシしてるので、あんまりインナーっていうよりかはもうこれ1枚で着ちゃうぐらいの方が、まあ、涼しくていいんちゃうかなと思うんですけど、この上に例えばワイシャツとか着ちゃうとこうちょっとゴワゴワして動きづらいような感じになると思うので、まあ、あくまでこれはトップス1枚で、でこっちに関してはインナーでも着れそうですし、トップスでも着れそうな感じになってると思うので、まあその辺が個人的なあの感想かなと思うんですけど、やっぱりもともとはパックティーなんで、やっぱりあくまで下着メインで、まあ、トップスでも着れますよっていうような立ち位置っていうのが、まあ、出てるんちゃうかなと思うんですけど、まあ、こっちに関してはパックティーではないので、やっぱりトップスで着るようとして作られてるっていう部分がやっぱり微妙に細部変わってくると思うので、まあ、僕やったら1枚できるんだったら絶対こっちを買うと思うんですけど、例えばサラリーマンとかしててワイシャツできること考えるんだったら多分こっちを買うと思うので、まあその辺はちょっと用途によって変わってはくるんですけど、大まかに見るとこんな感じかなというふうに思います。であとはですね、まあ見てくださってる視聴者の方がですね、ご自身でまあ色味がちょっと白っぽい方がいいなとか、ちょっときなりっぽい方がいいなとかっていうのを見ながら、あと縫製がこうやなとかっていうのを見ながら判断していただければいいと思うんですけど、まあこれを見ていただいてもちょっとよくわからへんなとか余計わからんくなったわっていう方はですね、もう両方とも買っていただくっていうのが一番いいと思いますので、ご自身で見てもらって、あ違いがあんねんなっていうのを見てもらうのが正しいかなと思います。はい、ということでですね、まあ、本日はユニクロ U のクルーネック T シャツとヘインズの BFT シャツの比較動画を撮ってみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。